にちは、デリシキッチンです。本日はキリンビールの提供でお送りいたします。まずはえのき一袋分の石突きを落としてほぐします。次に水菜2分の1束を3センチ幅に切っていきましょう。沸騰したお湯にスパゲッティ 80g を入れて茹で、茹で上がりの1分前にえのきを加えます。今回は少なめパスタをえのきでかさ増しします。次にボウルを用意してちりめんじゃこ 30g、 ごま油大さじ2を加えて 600W の電子レンジで1分加熱します。そちらを一度混ぜておき、さらに 600W の電子レンジで1分加熱しましょう。そこにめんつゆ大さじ2、レモン汁大さじ1/2、おろしにんにく小さじ1/2、柚子胡椒小さじ1/2から1、黒胡椒適量を加え、よく混ぜてください。混ざったら茹でたパスタとえのき、水菜を加えてしっかりあえたら完成です。かさ増しパスタで糖質をパーフェクトフリーと合わせてどうぞ。